ああ、そのなんかこの病気っていうこと自体を受け入れられなかった時期みたいなのはないんですか？ああ、なんかそうですね、最初のうちは自分がってやっぱり思いましたね。うん、なんだろう、本当にあの子供の頃って全然大きな病気とかもしたことがなかったんで、たまに風邪ひくぐらいでっていうのがあったんで、なんか全然信じられなくって、違うんじゃないかなってずっと思ってたんですけど、もうとにかくすごいいろんな検査をして、あのいろんな可能性を除外していって、除外していって、あ、やっぱりそうですねってなった時には、なんとなく、ああ、そうなんだって、もうなんか納得せざるを得ないみたいな風にはなったんですけど、寄り添うよ、もう一生一人じゃない。
僕の6分を君にあげる一緒寄り添うよもう一緒一人じゃない僕の6分を君にあげる朝顔に梅雨がきらりそばにI'm not afraid to die.